再弁は、北総末の政治家。字は、元旅。強化軍専有権の人。王安石の門人で、その娘婿になり、一子の才なおを設ける。また、同年に新種となった実刑の再刑よりも昇進が、早かったが、兄が起礎に徴用されて最小に抜擢されると、かえって政界から追われることになる。記念三年に、新子九代。記念年間以降、国小児加工。 帰居者人、同地官員、侍御師などを歴任したが、妻の父の王安赤が最小であったことを理由に、短期間で職を辞退している。明ら朝に、両への使者として派遣されて、役目を果たすが、旧法党の政権の下で、知泉州、地公嶺府など地方官を転々とする。次期を元年に、明ら州が申請を開始して、新法党が復権すると、 中書トネリ建国士、おさむせに任ぜられ、新僧の実録編纂を担当するが、衆都である、王安石の日記に基に、新法等に偏った記述をしたことから、反対派の批判を受ける。同四年には、少書作業に任ぜられて焦頓とともに、新法復活政策の中心となった。基礎の時代に入り、旧法等のカンカン,ンに六課上の問題点を、追求、求断されて、 地公姉夫に左遷されるが、兄の再慶が徴用されると復権して、死数密院児に任じられた。だが、この頃には、兄との関係は険悪になっていた。再弁は北総が放棄して、成果の領域になった西方の領土の奪還に、努めるが、再慶がその政策のために必要な、先制性を消しに、自らの名誉である観官,官の同感を任じたことから、対立が決定的となり、 地方府にを希望するようになる。数年4年、西京は、西弁を地下南府に左遷し、さらに怪しい道術との関与を求断された。西弁は、失意のうちに70歳で没した。幼かった老いの左右を、学府の下に連れ込んで、難しい質問をして、王安石を困らせたという逸話がある。ありがとうございます。